サメって怖いよね。でもサメを食べちゃう生き物もいる。サメの体より大きなタコはサメを食べちゃうんだ。例えば水ダコは体長5メートル。柔らかくて強い筋肉と吸盤でサメをがっちりと締め殺しちゃうんだ。海の王者シャチもお腹が空いてるとサメを食べることもあるよ。あのホオジロザメだってシャチが来たら長いこと使っていた狩り場でさえもすぐに捨てて逃げていくくらい。サメの肝臓は高カロリーでシャチのごちそうみたいなんだ。今日も見てくれてありがとう。またねー。